ドジャース大谷翔平投手29の元通訳で大家の口座から約1700万ドル約26億4400万円を盗んだとする銀行詐欺などの罪を認めている水原一平被告39の審理が4日日本時間5日にカリフォルニア州サンタアナの連邦地裁で開かれた水原被告は現地時間8時45分に弁護士と2人で出廷 ダークグレーのスーツに白い T シャツ、襟に髪がかかっていた。検察は男女の二人組だった。水原被告は司法取引に応じており、銀行詐欺などの罪を認めた。判決は10月25日、現地時間午後2時に言い渡される。先月14日、同15日、二同被告は罪状認否のためにロサンゼルス連邦地裁に出廷。 罪を認める司法取引にすでに応じていたが、手続き上の理由から形式的に無罪を主張した。数十人のメディアが詰めかけ、被告が姿を現すと騒然となった。この日の法廷は報道陣で傍聴席は満席。前回よりも、建物内だけでもメディアの人数は増加した。警備員の数も前回から倍増し、全米が注目している裁判であることが感じられた。